皆さんこんにちは、芹沢信夫です。前回ですね、スイング解説をしましたけど、今回もですね、ウームさんで、女子プロの、試合を、開幕の前に沖縄でやりました。その時にですね、選手のスイング動画を撮ってます。それを今日はまた解説していきたいと思いますので、ぜひ皆さん参考にできるところは参考にして、できないところはできないということで、割り切ってスイング解説を聞いてください。トップバッターはですね、今年ちょっと期待されています、脇本花プロですね。身長がね174ぐらいあるんで、スイング自身のバランスというかもうダイナミックですよね。素晴らしいトップスイングに上がって、切り替え、ここですね。ここの時もう少し左サイドがね、腰の部分なんですけど、もうちょっと止まっててもいいかなってありますね。全体の流れは本当に素晴らしいです。まあ、スイング体が大きいんでスイングワークが大きいから球を飛びますけど、実際これでもう少し体幹が強くなってきたらいいのかなという、まあ、理想はそうなんですけど、こう実際スイング軸の中で肩が左の右足の前まで回る、これですね。それでこの背中の捻転がいいですよね。で段入ってくるときに、この時ですね、この時は顔をもう少し、右向いている方のが、クラブがたまります。全体的に左へ行ってしまってるんで、身長の割には飛ばないかなと。この身長だったらもっとあと15飛んでもいいと思うんですけどね。これが本人の課題にもなると思うんですけど、もし花ちゃんが見てたら参考にしてほしいと思います。そしてここからインパクトからフォローまで大きい、スイングバランス的には完璧ですね。でも体大きいんでもっと飛ばしたいと思うんでね、そしたらもう少しダウンの時に顔が一緒にいかないで、こういう感じですね。また大型が来ましたね、柏原プロ。まあ、柏原プロもね、身長170近いので、スイングワーク大きくいきます。まあ、柏原さんの、ね、特徴というのはアドレスしてこのここですね、この時にもう少しコックを使うんですね。で少しシャッターして、フェースアングルが少し下向いてますよね。ここで先にコックを使ってトップスイングを作りますから、そしてクラブが溜まってインサイドから入ってきて、フォローを大きく取っていく。これ正面からのスローで、ね、見るとよくわかるんで、もう一回やりますけど、この時ここですね、この時にもうクラブが、腰の高さの時に平行までシャフトが行ってますよね。普通この時はまだこの辺にあるんですけど、これがコックがちょっと速いところです。ですから実際はもうこれはもう打てる位置ですよね。そのぐらいだからやっぱり体幹もしっかりしてる、そしてこの手首のコックの位置がきついところですね。そしてそのままひねって溜めてくる、この顔向きですね。これがね、さっきの脇本花ちゃんと違って顔が下向いてるのと、こっち上向くのとだいぶ違うと思うんで、これやっぱり柏原選手もスイングワーク大きく、まあ、柔軟性があって本当に素晴らしいスイングですね。飛距離出るって感じですね。これはちょっとね、青山さん、おかるさんはちょっと身長もそんなないんでね、これ逆にすごく参考になるスイングだと思うんですね。テンポよく振ってますよね。この時ですね、この時フェースアングルが決してシャフターにならなく、スキアに上がって肩から入ってます。で下半身もしっかりと踏ん張って右股関節に乗って、ちょっと今分かるようにトップから少しクラブがインサイドが入ってくるんですね。でここのインポートに合わせて少し跳ねる感じがありますけど、跳ねるイコールそこでインパクト合わせて球を飛ばそうとしている。だから体以上にボールは飛ぶと思いますね。いやー、綺麗な夕日ですね。この時にですね、ここです。さっきと違ってですね、このまだ平行が下に行ってますよね。それだけ肩から前転してコックを使ってないので、柏原さんに比べるとそのままゆっくり肩をひねって、一番いいのがこのトップスイングの時のここですね。右足ちょっと曲がって右股関節にしっかりとウェイトしているってことですね。
トップスイングも平行床下へ下がらなく段入ってきて、本当に腰の回転がレベルで回ってますね。ちょっとここでちょっと跳ねてますね。これがやっぱり飛ばそうとする時の意識なんですけど、これがやっぱり体がない人はここで跳ねて一気に左サイドに乗るってことですね。でフォロースローを取っていく、スイングバランス的には本当にだからすごくいいですね。これはだから一般の方もぜひとも真似してほしいスイングの一つだと思います。また飛ばし開きましたね、服部真彩ちゃんね。そうですね、服部さんもどっちかというとコンパクトなバックスイングからクラブをちょっと、寝かしてくる。要するにこの時にですね、ここですね、やっぱりフェースアングルが少しシャッターに上がってくるんですね。女子プロちょっと多いんですけど、シャッターに上がってきてトップスイング上がってきて、この手の位置見ててくださいね。この手の位置からここトップですね、ここから一回右に下がりますから見てください。ここです、ちょっと寝る感じがあるんですね。ここですね、だからこれが調子が、まあ、これ服部さんに怒られちゃうかもしれないけど、いい時っていうのはこうやってシャッターの人もこの時に寝る、インサイドから来るんだけどクラブが立って寝るのとちょっとこう寝て入ってるんですよね。まあ、今回この時には優勝してるんだけど、服部さんの本当に調子いい時はこれがもっとクラブ立ってましたね。だからちょっと寝てくるんで、ここの時左脇がちょっとこう空いてく感じがあるんですよね。詰まる感じが見えますね。まあ、優勝してますけど、もっともっと進化してほしいと思うんですよね。もともとね、僕見てる中で服部さんはもう全くアスリートの雰囲気あるんで、ここの時にここですね、ちょっと下のフェース向いてますよね。シャッターで上がるんですね。で上がってきて体をひねっていく時、ここでですから体回ってるんだけどクラブがここで立つんですね。これで向かってくる感じ、姿勢を作ってます。作ってるんだけど、このままちょっとここの時ですね、ここです、体がちょっとこっちへ向いてくんですね。その分だけちょっとクラブが寝てきて煽ってくる感じがあります。ですからちょっとここでインパクトした時に、このインパクトですね、ちょっと左サイドが詰まってますね。これがもう少し腰の回転がまっすぐ回ってきたら復活すぐするでしょうね。これちょっと優勝してますけど、僕的には服部さん直してほしい。そのぐらいもともとねパフォーマンスできる選手なんで、これを見てたら参考にしてくれたらありがたいなと思います。ちょっと左サイドが詰まってますね。でバランス的にはまあ女子の場合はねみんないいですからね。原恵里奈ちゃんはねすごい独特ですよね。フック打ちなんですけど、バランスはいいんですけどね、体幹相当強いですね。ちょっとですねバックスイングを怖がるようにちょっと外に上げていくんですよね。外に上げてきて、ここからトップスイングからクラブを、ここからですね下半身リードでクラブを相当インサイド、ここインサイドからですねこう上げといて、ここでクラブを立てる。それ左サイドが上がらないんですよね。これがいいところなんですよね。普通こう 寝かしてくると左サイドが上がるんですけど、原さんは上がらないまま脇が締まってくる、ここでインパクトする。だから、でちょっと右足ベター気味でいきますから、そしてもっと特徴がこれでベター足でフォローが大きいということですね。クラブがこう上がってきてインサイドから来て、左サイド浮かないまま左肩をちゃんとブロックしておきながらベター気味に打つ、ドローを打とうとしている典型的なスイングなんですけど、こんな感じですね。また真正面からも説明しますけど、ですから本当に原さんは鍛えてますね。どっちかというとバックスイングですね、こうまっすぐ上げていくんですよ。ですからここからこの位置ですね、手が遠く見えますよね。手が低いのにまだクラブもここです。少しこうシャッターにこう少し上げ、遠くへ上げていきます。上げていったものをできた瞬間に、ここから下半身左サイドをギュッとねじっていきます。ここです、ここの下半身の踏ん張り素晴らしいですね。そして左肩が上がらないのでクラブの体に巻きついてくるようにいくんですね。ですから体は真正面でクラブはこういう感じですね。一般のマニュアルの方が大体こうなんですね。ですから左サイドが空いてフックを通すのにスライスをしてしまう。そしてこのままここでインパクトできますね。その時の下半身の踏ん張りすごいですよね。
ですからこの踏ん張りがあるからこそそのままフォローするが大きいと。だから本当に体の柔軟性とクラブをたるましてすごいフッカーとしてのスイングとしてはここでしっかり止まるこの体幹の凄さはすごいですね。スローで見るとすごいよくわかりますよね。正直これは相当大変です。真似しないでください。でもフックを打つためにはね、このぐらいしっかりと下半身して動かないとできないってことを皆さんも知ってくれればありがたいですね。あ、金田久美子さんですね。まあ、金田さんもだからね、身長あってラインが遅いので今みたいにちょっとこう、なんていうの、ギッタンバックンする感じですね。インパクトしてからフォローを取っていく感じ。これも女性特有の感じなんですけどね。これは金田さんの特徴はちょっとやっぱり少しこうですね、下向いてますよ、面がね。まあ 女性特有のシャッターだけといてトップで切り替えて球を飛ばすって感じです。こうやってまっすぐ上げといて、ここからクラブを溜めてインサイドから。すごいですね、この溜め。これはアマチュアの方はね、ほとんどできないんで、要するにここからのクッとこういう L ですね。この下半身が向こう向いているのにクラブが止まっててひねる。ですからラインが細くても球は飛ぶ。よく一般のアマチュアの方が、女子あんな細いのになんであんな飛ぶのよっていうのけど、これですこれができればみんな飛びます。そしてやっぱりちょっと跳ねますけど、これはやっぱり女性特有のラインが遅い人はここで溜まった分そこでインパクトで上がってインパクトする。で顔はしっかり残ってますよね。でフォロースローを切れますね。まあ、ジュニア時代からね、本当にすごい選手だったんで、そのスイングっていうのはだんだんと変わっていくと思いますから、全体的なリズムは変わらないですよね。こう構えていただいて、この時フェースちょっと下向いてますよね。だからこういう感じですね、顔も。そのまま真上に上げていって、この時のこれです。こんなクラブがここまで曲がってますよね。これって意外とできないですよね。で腰はもう引き寄せに曲がっておこうとして、金田さんいうのはやっぱこれがこうアマチュアの人はこうやった時腰が浮くんですよね。でジャンプするけど腰はもうターンしてますね。同じ腰の回り方ジャンプするんだけど、そういうインパクトがスクエアに戻ってしてそのままフォロースローに上がっていくと。まあ女性的なスイング、ね。今ですねスイング解析してきましたけど、まあ、基本的にパワーのない人っていうのは少しこうシャッターに上がってきてクラブをここでグッと止める。これをだから一般のアマチュアの方もしたらいいですね。ただ柔軟性がないとこう開けてしまうとそのまま入ってくるとフェースアングルがかぶって入っちゃうんですよね。ですからしっかりとフェースを閉じていきながらでもここでクラブを肩が右のつま先まで回るぐらい回ってきてクラブがここで。そうするとこれからクラブが溜まりますよね。そうするときに溜めようとして部分的だけ解析するとどうしても皆さんここだけこうショートするんですね。そうするとこうすると左がさっき言ったように上がるんですよね。ですからしっかりとリズムよくこう縛ってきても左サイドが上がらないように引き寄せに対して回っていくように。でもし回ってきて女子みたいにいけるかっていうと我々の年代もそうなんですけど体硬くなってるんでここから押し込む力ですね。ここで押し込むってことはこの背中の反りがなきゃいけないんです。それがないとフォローって出ないんで真似しようとしてもしここで止まったら、普段からですねもっとストレッチをして柔軟性をできるとここがこういきます。硬い人はここままこういう風にいっちゃうんでね、その辺をね意識して。女性の本当女子プロのタイミングはすぐばらしいんでこういう、体の大きさでもこんだけ飛ぶっていうのがあるんで、ぜひですね皆さんも柔軟性を持って、女子のイメージを持ってクラブに仕事をさせるようにこういう感じですね。この柔らかさこのをマスターすればまだまだ進化していくと思いますから、ぜひその辺を参考にしていただければと思います。今回はねドライバーだったんですけど、次回はアイア編もありますので、ぜひお楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。最新の動画も見てね。